ていただきたいと思います。それでは田中様お願いいたします。皆様こんにちは、ようこそいらっしゃいました。もう天気も素晴らしくて本当に美味しい音楽を楽しみにぴったりの日和だと思いますね。スペシャルな時間をぜひご体験していただきたいと思っております。僕はクラシックソムリエっていうのを今ご紹介されたようにやってるんですけど、それをスタートしたきっかけがラポールジュルネだったんですね。皆さんご存知だと思うんですけど、ラポールジュルネのプログラムというのは今ここにありますけれども、こういうものですね。朝から晩まで複数会場で並行してコンサートが行われるものですから、まるでテレビの番組評価ワインリストのように僕には見えたんですね。で、これを選ぶにはやはりワインのソムリエのような存在があった方がいいなということで始めたのがクラシックソムリエだったんですよ。で、以来15年にわたってですね、クラシックソムリエをやってきてるんですけれども、そのクラシックソムリエの中でも最高の一人だと思えるのがまさにここにいらっしゃるルネ・マルタンさんだと思うんですよね。クラシックを本当に分かりやすく説明することにかけては、本当に右に出るものがないということで、一昨日もトークを一緒にしてきたんですけれども、毎回目から鱗の時間を過ごさせてもらっています。というわけで今日はクラシックとワイン、しかもワインの方は、日本を代表するソムリエの石田博さんがいらっしゃるということで、ルネと石田さんのコラボレーションによって本当に素敵な音楽とクラシックのマリアージュが楽しめるのではないかと期待しております。最後までどうぞごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速お二人のお話を聞いてみたいと思うんですけれども、まずルネさんにワインについてどのようなイメージをお持ちかをお聞きしたいと思います。皆さんこんにちは。そしてクラシック音楽を見ますと、ソリストのミュージシャンのほとんどが、まあ、偉大な方はほとんどワインが大好きなんです。Et après un concert formidable, le plus beau cadeau que je puisse faire à un soliste pour le remercier, c'est de lui offrir une bouteille de vin. そして素晴らしいコンサートを終えた後に、そういう音楽家に最も素晴らしいプレゼントというのが、私はいつも美味しいワインのボトルを選んでいます。素晴らしいですね。マルタンさん自身もね、本当にワインが好きで、先ほどもずっとワインを眺め回していらっしゃいましたもんね。Oui, je suis surpris par la qualité des vins que vous avez dans cette cave magnifique. そうですね。本当にここに集まっている素晴らしいワインに、私も驚嘆の銘を覚えて眺めておりました。これだけお好きですと、ラポールジュルネというブランドのワインがあってもいいんじゃないのかななんて思っちゃうんですけど、いかがですか？C'est difficile. Dans notre région, à Nantes. そうですね、難しいかもしれませんが、地元のナントでは、nous avons chaque année une cuvée de muscadet qui s'appelle la Folle Journée. ムスカデのキュベで毎年ラフォルジュネという名前の、ものが毎年出ています。実はナントの地元では。なるほど。じゃあぜひ石田さんにプロデュースしていただいて作っていただきたいなというふうに考えるんですけれどもね。では次に石田さんの方からは、音楽に対するイメージをお話ししていただきます。草原なのに座ったままで失礼いたしますけど、音楽、私はそんな最初からこう音楽をたしなんでいた人間ではないんですけども、フランスの覚えてますか、ボルドーのサンテミリオンという、産地のワイナリー、生産者を訪ねたときに、私は音楽、クラシックとワインというのはすごく合うと思っていると、力説されまして、テイスティングをたくさんさせていただいた後に、帰ろうと思ったら、いや、ちょっと奥に来てと言って、テイスティングと同じぐらいの時間、ずっとクラシックを聞かされたという、でその時に、やっぱり分かってなきゃいけないのかなというのは、その時にすごく
そしてその後やはり生産者の方に会うと尋ねるとですね、はい、結構多くの方が大好き で、で中にはコンサートを開いてらっしゃる、あのセラーで、セラーは結構音の反響がいいのか、はい、あの向いているとおっしゃっていて、でコンサートをやっているという生産者結構多いんですよね。今日本の生産者でも、はい、あのコンサートを恒例にしている生産者もあ、ね、はい、ありまして、あ、まあ、やはりこう今あの、音楽家の方、あのワインが好きとおっしゃいましたけど、ワインの作り手もクラシックが好きという方がとても多いんです。まさに嬉しい話ですね。はい、そうですね、あの他にも仕事をされている時とかにもクラシックを聴きながらされているっていう。いや、仕事は、まあ、あの、フランス料理店に、あの高級フランス料理店で何年も働いていた時には、流れているのは当然クラシックだったんですけども、あの意識しましたのは、ソムリエコンクールにチャレンジする際に、あの、まあ、1年2年と長い準備をするんですけど、一番を時間を割く準備があの筆記試験の勉強なんですが、その時にこう音が何にもないと逆に集中しないので音楽流した方がいいなと言っていても音楽流してたんですが、ある時モーツァルトは IQ が上がるというのを読みまして、まあ、あのコンクール目指してる時っていわゆる和論もすがる思いだったので、いいと思われること何でもやろうということで、モーツァルトを流し、あ、チャイコフスキーも結構いいんだというのをこんな感じで、あのこうなんかとにかく良さそうな音楽をどんどん聴いていって、あの勉強してたというのがあります。なるほど、はい、じゃあモーツァルトとチャイコフスキーが石田さんを作り上げたというふうにも言えそうですね。ああ、勉強時間は、はい、そうですね。今日はあのね、石田さんが選ばれたあのワインに対してマルタンさんがどのような曲を想定するのか、また逆にラフォルジュームの枠から選ばれた曲の中から石田さんがどのようなワインを選ぶのかということを、皆さんに体験していただきたいと思うんですよね。あの都合4種類のワインが出ますので、どのような結果になりますか。早速第1本目のワインで始めてみましょうか。マルタンさん、よいですか。何か一言ありますか、それとも。大丈夫ですか。大丈夫です。では最初の一本に行ってみましょうか。まず最初にお楽しみいただくのは、今年のラフォールジュルネのプログラムの中から選ばれたスペインの作曲家ファリアの儚き人生からスペイン舞曲を聴いていただきます。この音楽を石田さんが聴いてイメージしたワインをご紹介したいと思うんですね。あの今年のラフォールジュルネはスペインの作曲家たちの作品がたくさん登場します。当時スペインの音楽たちはあのフランスとスペインを行き来しながらね、創作活動に勤しんでいたんですね。この儚き人生もフランスのニースで初演された音楽ということで、今年のラフォールジュルネの旅のテーマにぴったりの音楽だと思います。まずは音楽を聴いていただきましょうか。
この曲を聴いたときに、まあ、皆さんも今感じていただいたと思うんですけど、すごくあのテンポが良くて、そして弾けるようなこう音というのがすごく印象的だったんですね。であと、こう聴いていて、これは赤じゃないなって最初に思いまして、で、あのシャンパーニュというのも思いついたんですけども、もっとなんかアロマリックなワインがいいなっていうふうに思いまして、でそこで、このワインにしたんですけれども、これはあの、イタリアフリウリベネツィアジュリア州のコンリオというあの素晴らしいワイン産地があるんですけども、そこから生まれるワインで、あのイエルマン、まあ、フリウリの、まあ、地域の生産者ですけども、ブドウ品種がソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネ、リボラ・ジャンダ、マルガディア、ピコリットといった、まあ、ソーヴィニヨン・シャルドネというあの国際品種と、フリウリ品種の土着品種をブレンドしたもので、でこのすごくハツラツとして、口の中でまさにリズムよくいろんなブドウ品種の香りが楽しめるっていうところっていうのが、まずこう曲調とワインのスタイルっていうところですごくいいなと思って選んでいます。いや、素敵なコメントですね。さすがにもう本当にこうワインを言葉で表現するっていう意味で最高のものを聞かせてもらってますね。ズンネさん、今の解説を聞いていかがですか？一番深く閉じるか、実はまだこのワインを飲んだことがないので、音楽とのマッチングはいかがでしょうか？そうですね、大変素晴らしいチョイスだと思います。とにかくすごく美味しいです。あのせっかくなのでこの、スペイン舞曲の解説も若干お願いできればと思うんですが、いかがでしょうか？Manuel de Falla était un très grand compositeur espagnol, mais qui est venu à Paris étudier très longtemps. このマニュエル・デ・ファリアという、素晴らしいスペインの作曲家ですけれども、長い間パリで勉強に、来ていたということがあります。 Et je crois que c'est un peu comme dans le vin, l'Espagne et la France sont très proches et très frères.まあ、ワインでもそうですけれども、スペインとフランスというのは本当に近しい関係で、兄弟のような関係だと思います。 Suivant les cépages, on fait des vins différents. そしてブドウ品種をこう変えることによって、まあ、ワインできるワインというのが、違ってはきますけれども、 Et en musique, suivant le folklore, suivant les danses, on fait des musiques différentesそしてまあ同じように音楽でもその民族的な部分が違いますので、それに合わせてこう音楽も変わってくるということが言えます。ですけれども、まあ、大きな特徴としましては、フランスよりもやはりスペインの方が太陽がたくさん含まれているように感じます。いかがですか、今のコメントをお聞きになって、石田さん。はい、あの特にあの今あのフォークロアってお話をされる、まさに本当にあの様々なブドウ品種がこういわゆる調和の中で踊っているようなっていうのが、まあ、私がこのワインのいいなと思った時のイメージにそのままなので、なんかすごくやっぱり今日の、当たり前なんですけど感心しております。伊佐さん自身はスペインに行かれたことは？はい、あのまあ、やはり私があの海外に行くっていうと大体行く先はブドウ畑なので、あの音楽が鳴ってることはあんまりないんですけど、ただあの先ほども言ったように本当にあの文化的にあのワインと食と、あと音楽やアートというのは常につながっているので、まあ、都度あのそういった触発はありますし、あのあとワインに音楽聴かせてる生産者って結構いるんです。日本でも一時すごく流行りましたよね。あの実際にあって、あの浄土湖行くと大体音楽が流れてるなんていうのはよくあります。やっぱりそれは本当に効果あるもんなんでしょうか？まあまあ、大体それ、そうですね。あの聞く相手は、あの音楽流している生産者に聞くので、効果がないとは絶対言わないです。なるほど。気分よくワインが作れるという意味でも、間違いなく効果がある。気分よくワインが作れるんですね。
い、レストランでも気分よく味わいを飲むという意味でのクラシック、はい、あとはちょっと今回このワイン選んだポイントはちょっとストーリーをうまいことお話ししましたのが、あのこの曲はあのですね、こう男女の物語で、で、儚い、特にあの女性が出演するというようなのところがあるっていうのを聞きまして、これ実はこのトゥニファというのが女性の名前なんですけども、そうなんですね、はい、すごくいわゆるモテ男がこの彼女に、いわゆるこうワインを捧げるといいますか、その時を捧げるみたいなのがあったんですけど、それでモテてるので、はい、このトゥニファに他にもいろいろなヘッダーじゃないかというような、なんとなくそうですね、ちょっとこう、いわゆるこう従順な女性とモテ男のっていう共通点が見てるのかなと思います。なるほど、ニーナと儚い人生がかぶってくるというニュアンスなんですね。ストーリーはいいかなと面白いですね、ルネさんいかがです？Oui, je pense que la musique illustre bien ce que vous dites, l'érotisme. C'est vrai que j'ai lu un peu l'histoire de ce vin, c'est une femme, une amante de Casanova, et que je pense que c'est une musique gaie, c'est une musique pleine de joie et de plaisir. そうですね、本当に音楽も今おっしゃったストーリーとよく合っていると思いました。私もちょっとこのワインがそのカサノバとその恋人の話が元になっているというのを読みまして、大変この明るい陽気な感じの、曲とポイントでよく合っているなと思いました。ありがとうございます。それではもう一度音楽を聴きながら皆さんにワインを味わってもらいたいなと思いますので、ね、しばらくご歓談いただければと思います。音楽をお願いいたします。
プリンスです。まあ後ろ姿だけだけど、あ、振り向いたの、これもう映ってる。この人は誰だとかって、あのあれインターネットで顔検索できるからさ、すぐバッと出ちゃう。素晴らしい曲ですよね。今年のラコールジムではこの曲がたくさん演奏されるんですよね。で今のカスタネットを叩いてたあの演奏者は確か南都出身だったと思うんですけれども、あの子供の頃南都素晴らしいっつって南都にいて、あのラコールジムに育てられた、僕は音楽はラコールジムで学んだんだよって話を、あのこの間南都に行った時に話を聞いてきてね。で南都に、南都という日本の言葉があるんだぞって話を教えてで日本に来てびっくりした時には南都って言うんだって言ったら、もう大喜びをしていたんですけど、日本に来て何したいってその後聞いたら南都の連発っていう。それはちょっと余談なんですけれども、ルネさん、さっきあの控え室で聞いてたあのリヒテルの話がちょっとすごく面白かったんですけど、ボルドーでのワインとクラシックの、oui.Il m'est arrivé une histoire extraordinaire dans le Bordelais à Saint-Émilion. Et en fait, à Bordeaux, dans Saint-Émilion, le grand pianiste Richter était passionné par le vin. Et une fois tous les deux ans, je faisais une tournée dans les grands châteaux. Nous étions à Saint-Émilion, mais nous étions à Clos-Vougeot.サンテミリオン、そして黒部城にお邪魔したとき。Et puis pour son dernier concert à Saint-Émilion, l'agent japonais de Monsieur Richter vient pour écouter le concert. そういうふうに、いろんなところでコンサートをしていましたが、最後の、コンサートのときに、リヒテルの日本のエージェントが、コンサートを聴きに来ていました。Et le matin du concert, il vient me voir en me disant quel est le vin préféré de Monsieur Richter.コンサート当日、まあ、その日の朝に、リヒテルの一番好きなワインは何ですかと私に、その方が質問してきました。ワインのそのリストを見せられたので、私はその中から何個選びました。シャトーゾーン、ミッション・ブリオン、シャトーゾーン、ミッション・ブリオン、ピジャック、シュバル・ブラン、シュバル・ブラン、ドメーヌ・ド・シュバリエ、ドメーヌ・ド・シュバリエ、オブリオン、オブリオン、マルゴ、マルゴ、ウントゼン・ド・ブテイ。12本ほどあの子を私はセレクトしたわけですが、ミシュリシェフ・ドン・ソ・コンセル、アプレイ・ド・ザ・ビオン・アン・ディネ・ド・オーケニゼ、アントゥ・ヌ。そして、コンサートが行われました。コンサートの後は、まああの関係者での、まあ、内輪の会がありました。Nous étions six personnes et quand j'arrive dans le restaurant, je vois sur une cuve comme ça, 12 bouteilles débouchées.まあ、6人が集まる会だったんですけれども、レストランに行きますと、12本のボトルがもう抜栓されて置いてあるんですね。Et je regarde de plus près. Et je vois toute la sélection que j'avais choisie. Et 私がこう選び出していたワインが全て揃っていました。J'ai fait la plus grande dégustation de ma vie, évidemment. もちろんこれは私にとって人生で最高のテイスティングのひとときでした。Mais le vin qui me reste à l'esprit, c'est Château Figeac. 最も印象的だったのがシャトーフィジャックでした。Voilà.Mais avec beaucoup d'artistes, j'ai des très belles histoires sur le vin. J'organisais un concert avec Isaac Stern, le grand violoniste. Il aimait beaucoup le vin. Isaac Stern も ワイン が大好きでした。Et il vient donner un récital. Et à Nantes, nous avons beaucoup de très bonnes caves.リサイタルで、アイザックさんが来た時なんですけれども、なんとにも、素晴らしいワインセラーがあります。まあ、ここのような素敵な、ワインセラーがありました。Mais avec une spécialité, les vins de Loire. そしてロアルワインのが専門の場所に、その時はいました。Et Monsieur Stern a sélectionné une presque 100 bouteilles de vin. そこでスタンは、まあ、100
100点ほどのワインをセレクションしまして、それをそのお店からアメリカに送ってもらいました。Voilà les passionnés du vin et de la musique. まあ、というふうに音楽大好き、ワイン大好きな人たちの話は、あと尽きません。素晴らしいですよね。もう羨ましいの一言ですね。はい。それではそろそろ次のワインに移りたいなと思うんですけれども、次はちょっと趣向を変えまして、ワインから連想する音楽ということで、石田さんがセレクトしたワインをルネに味わっていただいて、そこから連想する音楽というのを選んでもらいたいなと思ってですね。それではまず石田さんに、ワインの説明をお願いしたいと思います。はい、次に移る前にちょっと先ほどこのイエルマンのヴィンテージ3の中のちょっとご紹介が、もう少しだったなと思うんですけども、実際のワイン自体の個性ですね。アロマティックなブドウ品種をブレンドしているものなんですけども、どれもすごくこう緻密な中に調和されていまして、どれが目立とうとしているわけでもなく、まあ、そういったところのこうブレンドの技術、ワイン作りの技術というところがすごく緻密な調和、いわゆるブレンドというと、例えばジャズの、カンテットとかもいわゆる調和ですけど、セッションですけど、彼らはどちらかというとそれぞれがこうポイントポイントでこうバッと前に出ますよね。やはりこのワインはどの品種がバッと前に出てるんだって、やはり調和の中にあるっていうところもすごく音楽的な部分としてすごく緻密な雰囲気を感じたと。あと後味ドライ、後味はこうドライでちょっとこうミネラル感というかね、 奥にこう余韻の長さというか奥行きを感じられるというのがこのワインの一番良くなるかな。素晴らしい、ありがとうございます。ますます味わいが深まってくるような気がしますよね。はい、では、続いて赤ワインですね。赤ワインの方なんですが、このワインを選ぼうと思いましたのはまあ、ルネさんというと、まあ、いわゆる音楽、この特にラフォルジョーネの、プロデュースということで名プロデューサーでいらっしゃるということで、ワインも名プロデューサーのワインになるなと思いまして、まあ、エノテカの顧客の皆さんはよく存じ、このガヤというイタリアワインにおけるメインプロデューサーがトスカーナで作るワインだということで、まあ、いわゆるメインプロデューサーつながり、そのプロデューサーとしての共感がどこかで生まれるかなと。ボロボロスコーナー深いの。このラフォルジョーネスタートは決して多分簡単じゃなかったと。いわゆる、すごく、安い価格で、いわゆる入りやすいチケット代で、これだけのプログラムを実現するというのは本当に大変で、あちこち折衝、すごく大変だったんじゃないかなと勝手に想像しております。まあ、実際に当初はやはり、収支も大変だったかというのもなんか記録にも出ているようです。でこのカーマルキータという前に意外や、ガヤ氏がなんとかこのブドウ畑を手に入れたくてネゴシエーションですっごく苦労したというワイナリーで、このカ・マルカンダというのはネゴシエーション、つまり折衝がすごく困難だったメドという意味なんです。そういうの名前になってあまりにも手間がかかったので、そのまま名前につけたというようなワインなので、まあ、そんなストーリーも含めて、はい、素晴らしい曲線が、そうですね、それを聞いてしかも味わったルネ、何を選ぶのかというのを感想とともにお聞きしたいなと思いますね。このようにあの思いをさせてくださって本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。 C'est vrai que c'était difficile de choisir une musique avec ce vin。実はこの前に合わせて曲を選ぶのが結構大変でした。Mais sans le savoir, j'ai pris la même, le même chemin. で、今のお話を伺う前に知らなかったんですけれども、同じような道を私も辿ったと言えます。Parce que ce vin de Monsieur Gaillard existe depuis très longtemps, puisque c'est une maison qui a été créée en 1859. このGaillardという生産者は1859年から
あるということで非常に長い歴史を持っているということです。Il y a cinq générations qui ont perpétué cet amour du vin et cet amour de l'excellence. このワインへの愛、そしてこの優れたもの、最高のものを求めるというこだわりを5世代ずっと続けてきたということを知りました。Donc pour moi, il fallait une musique d'un très grand compositeur et qui va illustrer cette excellence. ですので、その最高のものを求めるという考えに沿う、精神に沿う非常に素晴らしい作曲家の曲を選ばなければと私も思いました。Donc on va quitter l'Espagne, on va quitter les castagnettes.スペインそしてカスタネットからは離れまして、ポップミュージックでベートーヴェン、今度はベートーヴェンの曲を聞きたいと思います。ベートーヴェンの曲はプチンだろう思ったけどな。ベートーヴェンが作曲した曲の名曲の中でも最も素晴らしい、まあ、この、ダルゴの楽章、立派とした楽章を選びまして、セラダジオ第5コンサートポピアノディ・ランプレア、ごめんなさい、アダージョ、最も優れたものということで、皇帝の第三楽章をお聴きいただきたいと思います。ある意味、ガイアさんは皇帝であるとも言えると思うんです。すごいな、刺さってる。このワインによく合うと思いました。Il y a beaucoup d'élégance. 非常にエレガントであり。Mais en même temps, on le sent proche de la vigne. 同時に、ブドウ畑には近いという関係を持ち続けているワインです。Et tous ces parfums de vanille, de chêne, de mûre magnifient ce vin. バニラのような樽香や、本当に素晴らしい。香りがこのワインをさらに高めているように感じました。非常に上品でエレガントな。そしてぜひガイラさんのワイン世代にこのベートーヴェンをかけていただけたらと思います。石田さん、今の素敵な選曲とコメントを聞いていかがですか？やっぱり
すごいなと思いながら、ワインテイスティングをさせていただいてたんですけども、あのこのワインはメルローというブドウ品種とシラ、そしてサンジョベゼというブレンドなんですけども、あのいろいろ土地らしいブレンドではあるんですけども、つまりその土地らしさを表現しています。でそしてサンジョベゼというトスカーナ土着のブドウにメルロ、シラーといういわゆる高貴な品種、ノーブルと、いう言葉も使われるんですけども、その品種が加わることで、あのその土地らしさと上品さ、天然というのが表現されているワインなので、あの今のこう、ウデさんのこう曲の説明を聞いてると、あなんかこう背景もすごくそのものだなと。あとこの味覚的な部分ですごくこうワインとして重心が低いという表現ができる、つまりこう浮かび上がるようなワインではなくて、こうちょっとこうずっとこう奥行き深みのあるただ潜んでいるような、個性を持っているワインなので、この曲が持っているようなこう、スケールは大きいんですけど浮かび上がるというよりはこう少しこう、低くなってらっしゃると、すごくこの余韻の感じがいいなと思いながら、はい、より長いワインですからね。そういう意味ではね、あのベートーベンというのも本当にこう苦難の中から曲を生み出した人なんで、悩みに悩んで大きくなったみたいなことですからね。ちょっとこの後もまだあの曲とワインをあの合わせて皆さんにご紹介するんですけど、はい、これはなかなか超えないんじゃないかなと今思ってます。ということで、まあ、私は今日別に江戸坂の方からワインをですね、なんとか買っていただくようにしてくれとは言われてないんですけど、言われてないんですけど、このワインとこの曲はお持ち帰りいただいたほうが。CD も合わせて用意するのですよね。素晴らしいセットですよね。今あの僕らも曲を聴いたばかりだったので CD の用意ができないっていうのは本当残念ですよ。C'est vrai que Rossi parlait de la Toscane. C'est une région extraordinaire. 確かに今石田さんおっしゃってたトスカーナ地方というのは素晴らしい地方ですね、産地として。Et quand j'ai quelques jours de vacances, j'adore aller en Toscane. 私も数日でも休暇が取れるときはトスカーナに出かけていくのが大好きです。Et vous pouvez être logé dans des fermes.こう農家にあの泊まることもできるんですね。Vous avez des terrasses et on boit du vin comme ça. で、その農家のテラスでこういうワインが飲めるんです。Et souvent je me dis, mais quel dommage qu'il n'y ait pas quelques concerts. そういう時に、ああ、ちょっとコンサートもあるといいのになってよく思うんです。Donc peut-être on pourra s'associer. もしかしたら今後何かあの一緒にできるかもしれませんね。楽しみですね。本当に楽しみですよね。しかもあの先日のね、あのナントでの最後の記者会見の時に、まあ、来年は生誕250年のベートーベンがとても盛り上がることになるんですけど、来年のラボルジュルネのナントはベートーベンだという発表がもう出されていましたのでね、まさにそれを先取りするような選挙だったのではないかなと思いますが、あのこの前にやはり時間とともにあの表情が結構変わっていますので、あのこの曲のこうやはり曲調といいますか、あ変わっていきますよね、少しこう雰囲気が、そういったところがもうすごくいいですね、はい、素晴らしいですね。なんかアダジョみたいな部分で僕も一回 JAL か何かで特集したことがあるんですけどね、この曲は真っ先に選んだ曲で、これを聴きながらもう一回ワインをゆっくり飲んでみたいなというふうに皆さんも思いませんか。選曲はいかがでしたか。皆さん大好評だったようですよ。さてでは次に移りましょうか。3本目のワインですね。これはまた最初の時に戻って石田さんが音楽から演奏するワインを選ぶということですので、まずは音楽を流していただきましょうか。
C'est utilisé 13 cépages.
この13品種のブドウを使うということ。Et vous pouvez voir différents châteaux du pas, et c'est vraiment des vins complètement différents.そして皆さんもいろいろなシャトーのフジパックを飲んでみると毎回異なったワインに出来上がっていると思います。La sélection est terrible pour faire un vin extraordinaire。 産地でもこの素晴らしいワインを作り出すためには本当に大変な競争だと思います。大変な状況だと思います。 Mais ce que j'aime dans ce vin c'est cette impression de sous-bois, d'odeur de tabac. Il y a la terre, on sent la terre aussi. そしてこのワインで私が好きな点というのは、ある意味ちょっとタバコを感じさせるような、または森を散歩している時の香り、まあ、ちょっとこう土っぽい香りですね。そういうところが好きです。Et en même temps, quand on vient en plus, vous avez la vanille.そうでありながら、この余韻の中ではこのバニラの香りが感じられたり、特にピッコロ、まあ、ピッコロフルートのような感じですね。この音楽もやはりこう荘厳な音楽ですし、このワインも荘厳なワインだと思います。素晴らしい。皆さんの感想いかがですか？音楽は当然のことなんですけど、ワインのテイスティングの表現が素晴らしい。まさにですよね。私は今日ワインなので、ちなみに皆さんにお伝えしたいのが、今日はウェルさんいらっしゃって、入念に今日流す音楽のタブレットをずっとご覧になっているかと思ったらですね、そのタブレットをそのまま私の方にお持ちになったので、私の音楽のことと思ったら、ワインのホームページでワインずっと調べてらっしゃるので本当にお好きなんですよね。はい、で先ほども打ち合わせ終わったら、僕はちょっとっておっしゃるので、どこ行かれるのかと思ったら、ワインを見てくるってワインを見てくる。Je suis émerveillé par la carte。本当にここに揃っているワインの素晴らしさに私は共感しているんです。心から共感しています。Je crois que j'ai rarement vu des ジェロボアム avec tous ces grands châteaux。 この素晴らしいシャトーがジェロボアムというのボトルで揃っているのは他に見たことはありません。 Non, mais le choix de ce vin me plaît beaucoup。本当にこのワインのチョイス、私は大変素敵だと思います。Parce qu'on sent la terre, on sent les gens。やはりこの土の感じということは、本当にこの作っている人々の感じ。On sent les 栽培している人々の動きが感じられるというのが好き。Et on peut pas tricher sur des vins comme ça。こういうワインを作るためには、こうズルをして作るということはできないので、ごまかしはつかないんです。せっかくですので、このチャイコフスキーのイタリア基礎曲についても少しお話を伺えますか？セカプリチオイタリアのコンソラネ、非常に荘厳な曲ですね。Et vous savez peut-être チャイコフスキー adorait l'Italie。皆さんご存知かもしれませんが、チャイコフスキーはイタリアが大好きでした。Il a composé Souvenirs de Florence à Florenceフィレンツェに行った時にはフィレンツェの思い出という曲を作曲しています。そしてイタリアでやはり作曲家への思い出という曲も作っています。それはイタリア滞在中に自分が師事した先生が亡くなったということを知ったからです。C'est pour ça que dans cette musique il y a aussi un côté tragiqueですので、こういう音楽の中にも少し悲劇的な部分が含まれているということもあります。Car quelque part, la musique de Tchaïkovski, c'est le destin. ある意味、チャイコフスキーの音楽の中には運命というものが含まれています。Ce qu'on appelle en russe, le fatum. ロシアでファトムと言っているものです。いかがですか、石田さん。今の説明を聞いて。やっぱりワインとさっき最初におっしゃられた通りだなと思ったのが、ワインとこの音楽、特にクラシックというものの共通点というのをすごい感じましたのが、やっぱりもちろんワインも音楽も何も説明なしで聴いても良いものだとは思うんですけど、ストーリーが分かると僕とこう理解がっていうのは本当に共通してますよね。本当にね、
建築ってね、ちょっと鬱陶しい部分もあるんですけど、やっぱり絶対に必要なものだやっぱりちょっとこう、そこに入り、まだ入り込めてない方からすると相当鬱陶しいと思うんですけど、やっぱり聞いて聞くでは違いますよね。全然違いますよ。そのやっぱり、うんちくが鬱陶しいのか、ありがたいのかっていう、そうですね、使い分けみたいな部分が、ね、ソムリエのセンスだと思うんですよね。そうですね。誰の話を聞いてると、全くそう感じますよね、本当に。まあ、特に、まあ、前にも本当にストーリーが多いんですけど、こうやって吉田さんの話を聞いていると、一曲にこれだけのこう背景があるっていうのは、やはりこうクラシックならではなんでしょうか。本当その通りですよね。まあ、特にチャイコフスキーって日本人にものすごく人気のある作曲家で、この曲と、あとワインの世界でも、ヌードバフは本当に人気があるんですよね。はい、このマリアージュってもうある意味最高ですね。そうですね。すごく、まあ、いわゆる共鳴している感じはあるんじゃないかなというふうにも思いました。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとこのワインについてももう少しお伝えさせていただくと、まあ、多分皆さんよくワインを作りて、そのビューテレグラフは本当にシャトーヌルバフの最高の深くの場所にあって、そしてワイン作りというのもいわゆる伝統というものをしっかりと踏襲した、そして今ブドウ栽培のズルができないっておっしゃった言葉通り、いわゆる美容なんですね、作りが。そういったところで本当に、あともう一つシャトーヌルバフは、まあ、皆さんご存じ、ゴツゴツとしたもう、まあ、小石というよりは大きい石がブドウ畑を覆った、まあ、いわゆる働くのが大変厳しい場所にある、まあ、そういったところの、で長年の間ワインを作っている方、作り手だからこその、その土地の味っていうのを表現している、まあ、そんなワインですよね。そしてもう一つ、このシャトーヌルバフは先ほどルネさんおっしゃられたように、作り手によっていわゆるブドウのブレンドも変わりますし、13もありますからいかにも変えられますし、そして作りのスタイルも変わるんですけども、彼はこのルクローはとてもシャトーヌの中ではレコード数が 14.5 もあると思えないような、こう小さというか、上品さというか、優しさ、しなやかさがいっぱいあるんですね。素晴らしいですよね、本当に。はい、ce qui me frappe dans le vin de 2015, c'est la longueur en bouche。特にこの2015年のヴィンテージは非常に余韻を長いのが印象的ですね。素晴らしい。皆さん味わってますか？僕ももうガブガブ飲みたいんですけど、飲むと真っ赤になってしまうんで、ここにいるのがなんか何とも歯がゆい状態なんで、舐めるように匂いを楽しんでいるんですけど、素晴らしい味わいですよね。そしていよいよ最後のワインに入りたいと思うんですけれども、こちらは、ちょっとまた趣向を変えて皆様と一緒に楽しみたいというふうにベネが言ってるんですけれどもね。まずワインの、そうですね、これが今サーブされると思うんですけども、最後のワインは一体何なんでしょう。これがブラインドシャンパーニュ、まあ、実はこれ今回ルネさんにお題のワインをと言われた時に、これシャンパーニュは外せないなと思ったんです。最後最初と最後シャンパンか、それはまずやはりフランスのローゼじゃない、ローゼシャンパン飲み物であるというところと、あともう一つフランスにおけるこう美意識の中で卓越したというエクセレンスっていうのがあると思います。そしてもう一つはアールドビーグルといって、いわゆるまあ何でしょう、人生のアートといいますか、暮らしのアートというような、そこでやはりクラシック音楽、または音楽とシャンパーニュというのはアールドビーグル、暮らしのアートというものを共有しているものというところで、これはもう本当に存在自体が、すごくいろいろ、多分いろんなインスピレーションをそこから、こう湧いてくるんじゃないかなと、いうようなことを思い、シャンパーニュ、そしてやはりロゼっていうのはよりまた華やかで、
なんか、まあ、もう一つフランスにあのバラ色の人生っていう言葉がありますけども、まあ、そういったところもいろいろ含めてヨゼさんもいろいろ刺激できる。なるほど、なるほど、なるほど、刺激されましたカルネさん。まずは味わってみていただいて。Oui, je pense qu'il faut d'abord goûter le vin. Maintenant, mina san, wine wo ajowaimashou. Je suis déjà frappé par l'élégance de la bulle. Mais, この泡のエレガントな泡にすごく私は印象的です。Vous savez, on apprécie un grand champagne à la bulle.やはりあの偉大なシャンパーニュというのはこの泡でまず分かりますね。Et c'est presque un vin. Un vin. Et c'est あまりにも素晴らしくて、これは本当にスティルワインのようですがあるような素晴らしさがあります。Alors pour moi, choisir de la musique, c'était très difficile. これに曲を合わせるのはすごく大変だったんです。Pourquoi?Parce que le champagne, c'est la sensualité. C'est Paris. Paris. C'est la fête. C'est la légèreté. C'est l'élégance. Et on boit du champagne pour les fêtes, pour les grandes cérémonies.Et je voulais une musique qui exprime un peu tout ça. Et bien sûr, on reste dans la musique française. Et もちろん曲はあのフランスの音楽です。La musique française du début du siècle, du 20e siècle. Et 20世紀初頭のフランスの音楽にしたいと思います。Et donc, je n'ai pas pu choisir tout seul.ところが一人では選びきれなかったので、je vais vous faire écouter trois musiques. 皆さんに3曲聴いていただきます。choisirez en levant la main. そこで皆さん挙手で選んでいただきたいと思います。et donc, vous serez, vous êtes le jury également. ということで皆さん審査員になっていただくわけです。 alors je pense que je vais vous faire écouter les trois musiques et à la fin je vais vous dire levez la main pour la musique numéro 1. Si vous levez pas la main, la pauvre elle est abandonnée. では方法としてまず3曲お聴きいただきます。そして聴き終わっていただいた後に1曲目のが良かったという方手を挙げてくださいというような形で参加をお願いしたいと思います。チャンスは1回です。皆さん、première musique, c'est Saint-Saëns. Introduction, les rondos capriccioso pour violon et orchestre. バイオリンとオーケストラのためのロンドと序曲。ロンドカプリチオーソ。序奏とロンドです。カプリチオーソ。
une œuvre de chanson. Chanson, non, c'est une très grande œuvre de musique de chambre qu'on appelle le concert pour piano et quatuor à cordes. 室内楽の、偉大な作品で、ピアノと弦楽四重奏のための、コンセールです。Et c'est la sicilienne. 大楽章シシリエンヌをお聴きください。qui illustre le pays de la Croix, le pays du château de Fulipape. Et c'est l'adagietto de l'Arlésienne. La première de Saint-Saëns, c'est l'ouverture. On vous accueille, on commence la fête. Comme aujourd'hui, on boit du très bon vin et il y a toujours le champagne. La deuxième musique, c'est la fête, la sicilienne.そして2曲目シシリエンヌはまさにそのお祭りこのみんなで楽しく過ごしている時間そのものです。踊りもあって私たちのこの気持ちがどこかへ飛んでいくっていうその曲ですね。Et la troisième musique, la fête se termine. 3つ目はその楽しいひとときが終わろうとしているとき。On est un peu nostalgique.ちょっとこう郷愁を感じるときですね、ノスタルジーを感じるときですね。最後にシャンパンをもう一杯飲もうかな、飲もうかなっていうときですね。Alors, vous choisissez les trois situations.
ということで皆さんこの3つのシチュエーションからお選びいただければと思います。皆さん1つ目を選ばれる方手を挙げてください。La deuxième situation. では2つ目のシチュエーションを選ばれる方はどうでしょう。やっぱり2人。qui choisit la troisième situation. それでは3つ目を選ばれる方。Oui, malheureusement c'est la celle qui a le moins de bras. Le やはり3つ目が一番少ないですね。Mais je pense que entre la première musique et la deuxième musique, vous êtes ex aequo.1曲目と2曲目を比べると大体同じくらいの人数の方が手を挙げていると思いますので、2曲選んだということで行きましょう。信じられないような曲ですね。これは c'est la légèreté, c'est la grâce. 軽やか、優雅であり、Pour moi, c'est le champagne. 本当にまさにシャンパンだと私は思う曲です。Donc dans cette musique, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on s'observe, on se regarde, on prépare un geste. 皆さんこう感じられるか分かりませんけれども、今の曲ではなんかこの、お祭りの時はが始まる前にお互いこう観察し合っている、お互いこう見つめ合っているような時間だと思いませんか。ちょっとこう恋の視線を交わし合っているような時、そしてシャンパンの力を得て、見つめるって、あえて見つめるということができるようになる。La deuxième musique, on a choisi. では2曲目。Cette œuvre dans le cadre des folles journées cette année. Mais j'aimerais juste parler de ce champagne. Je trouve ces parfums de fraises, de framboises. En font un vin d'une qualité, d'une noblesse exceptionnelle.本当に高貴で、高品質なワインになっていると思います。Donc un grand merci Rosie de m'avoir fait découvrir
ce champagne que je ne connaissais pas. 私が今まで知らなかったこの素晴らしいシャンパンと出会わせてくださった吉田さんに心から感謝申し上げます。ありがとうございます。素晴らしいコメントですね、吉田さん。まあ、そうですね。ここは大変光栄な。でもやっぱり本当にこう、まあ、私の合わせ方に比べるとやはりストーリーもワインも合ってるので、ちょっとあの本当に今日はむしろ私も皆さんと同じようにこうなんかこう参加者のような気分でしたけども、あのつまりこのロゼル、ルイ・ロゼレールのロゼヴィンテージが、つまり今日はエルドガ・ヤルギさん、つまり2曲込みでお値段据え置き1万800円税込みでご用意、あの繰り返しますけどもワインを売ってくれとは全く頼まれてません。いやでもちょっとこの曲2曲は良かったですね。あのちょっとまあ少しテクニカルなことを申し上げると、あの 70% がピノノワールというあのロゼなんですけども、あのロゼで7割が黒ブドウということはもうちょっとこう強いパンチのあるブランドワールドね、ワインあの味わいに仕上がるんですけども、あのすごくそれを、まあ、先ほど皆さんの言葉がありましたけど、豊かさがありながらこうレジェンドという言葉をおっしゃいましたけど、いわゆるその軽やかさがあるっていう、その軽やかさというのがこのロゼレーの、ロゼの特徴になってまして、この2012年はヴィンテージとして非常によく熟した素晴らしいヴィンテージにはなっているんですけども、はい、でもやはりあの重くさせない、あのっていうところが、まあ、そのロゼレーの、あの作りの巧妙さだとは思うんですけど、それが見事に現れていて、あのまさにそこがあの姉さんが選んだこの2曲につながってるかなというのを感じました。いやもう今日はねこのワインを買って帰って、ぜひ家で音楽を聴きながらもう一度楽しむというのがね、あの一番素晴らしい方法じゃないかと思うんですけどね。あの僕はこの音楽とワインを味わいながらね、あそういえばサントリーホールのステージの上にあるシャンデリアっていうのはシャンパンを注いだ時の泡が立ち上るイメージで作られたデザインなんだなっていうことを思い出していまして、やっぱりクラシックとワインのコラボレーションというのは最高だなって改めて思っていた次第です。いやもう本当に今日は最高の時間を過ごさせてもらって、この後はあのボトルのサイン会と記念撮影があるんですけれどもね、あの素晴らしいお話を伺ったお二人にご質問します。というのはロブマイヤーですよ、ロブマイヤーのちゃんと